もうちょっと本当に何とも言えない話というか、悲しい話なんですけど、歩いてて、駅前歩いてて、荻窪の駅前歩いてたら、お父さんと女の子がいて、ちょっとちっちゃい女の子がいて、そしたらまあお父さんがちょっと離れてた時、女の子がこうよそ見しながらパーって歩き出して、そこに自転車がすごい勢いでこう来てたから、危ないと思って、もこうやって女の子こう、助けたというか止めたんですよ、危ないと思って、ちょっとさらおうと思って、さらおうとしてないんだよ。そしたらお父さんがもうフワッて来て、お前に、そうそう、だからもう変なやつだと多分思われたら、 それこそさらおうを先に言っちゃってるから話は弱くなるけどいいよ往年の芸人さんスタイルでやるな。で本当にすげえもう何とも言えないでしょ、まあ、こんなご時世だからしょうがない。でもそのずっとそっからやってずっと離れてからずっとこうね、なんか見てきて、もうお父さんも悪ないな。じゃあちょっとまあでも過剰すぎるよ、何もできないよそんなことになったら。いやもっとこうわーとかやってたらちょっと何ですかとなるけど、ちょっとこうやっただけですからね。しかもだんだん助けたわけですからね、危なかった、もう自転車引かれてんだからね、もう言ったら。いや分からんよ、お父さんは自転車が見えてなかった。そうそう、いやそうなの、お父さん見てなかったんですよ。そこはお父さんそれ見てたら当然何も言わないだろうけど、誰も悪ない気もするし、その過剰な気もするな、嫌な世の中じゃな。だってそうだよ、例えば公園に僕らがいてね、ちっちゃい子とかわーっていて、ちょっと遊んでたし、向こうも子供楽しんでたとしても親が見たらそれなんて思うか、もう通報されてもおかしくないぐらいの可能性ありますからね。そうそう、いやそれ山源さんようやるんです、それ。いやいや、なんかネタでもね、この人やってますけどね、あ、そうなんだ、ね、この間もやってましたよ、そういう感じのネタをね、やっぱすごい顔されるもん、山源さんの時うぃーってやる、あやしたりするの、そしたらもうお母さんとかパーって、そうそう、もうって言ったりする。子供は楽しんでるんですけど、ね、特にやっぱ勘違いされやすい見た目じゃん、あの人。いやまあまあ、でもだ僕もその時リュックとかだったし、やっぱそういうのなんかちょっとこちらリュックなんかリュックでけえリュックと荷物も多いしね、そうか、変なやつだとちょっと思わなそうし、スーツ着た、ピシッとしてたらまだいいけど、そう、まだな、そうなんだよ、芸人なんてこんなね普通の私服ででっかい荷物しょってよく言うけど歩いてるからやっぱ、もう歩けないですからね、公園とか昼間、平日の昼間なんて、みんなからもうあーってなるんだから。そうやな、変質者、まあ、変質者と変な人ではあるけど芸人なんてね、でそんな別にね危害を加えようとしてなく、平日の昼が暇だから公園とかでこうあのね時間的に空いてるわけだよ。いやそうなんですよ、生活リズム的にね、たとえ多少忙しくったとしても平日の昼が空いてるケースは多いんですよ。多いんです、売れてる芸人さんでも仕事は夜だからね、はい、で売れてて知名度あればいいですけど、そのね、あ、こう僕らぐらいが歩いてるともう変な感じになるでしょ。なあ、もう、まあ、絶対仕返ししてやるからな。なんでだよ、ダメだよ、世の中に。そんな出せよそんな考え出せよ。でもまあしょうがないけど、その時はでも本当に何とも言えない気持ちというか、いやいや助けただけなのになと思ってね、なんか、お父さん見てなかったからね、多分チャリが突っ込んできてんのかね。お前もそういうことするんじゃな。でもいやでも本当に危なかった、もうとっさに出たぐらいで、でも本当に、ああそう、なのにこんな言われるとは、言われるっていうかあんなに嫌われるとは、嫌われる、まあ、お父さんの肩持つわけじゃないけどな、まあね、何があるか分かんないからね、中央線なんか怖いもん、はい、やっぱり東京な、都会怖い。まあまあそうだよ、どんどん規模がじわっとでかくなってきたけどいや怖いし、変な人いるから気をつけなきゃいけないし、子供生まれたけ余計な、やっぱ阿佐ヶ谷とか夜歩きよったらな、もう思いっきり自転車でイヤホンつけて力いっぱい歌えるやつとか送ったらやっぱもう怖いもん、まあ、確かに心配になる。僕も子供生まれてないけどやっぱ心配になるもんだろ、そうなんか自分にもし娘とかいて、こんなの歩かせれないよってやっぱちょっと思うもん。何で読んだ、何も読んでない、自分の知識だよいやなんとなく想像したらやっぱ怖いだ、怖いって思うからね。だって四六時中そのね子供を見とれるわけじゃないじゃないですか、そう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 、僕らだってやる。いやだから僕全親がすごいというか、よくそんな勇気あるなと思うよ、その10メートルとかも離れられるなってよく思う。そうそうそう、本当に何しろ、だって何の知識もない子供なんてバーって道路とか飛び出す可能性もあるし、そうよって思うよな。もうで究極ほんまハーネスで紐つけとる人とかおるもん、たまに。あーまあまあまあね、だからそのバランスは難しいところだけど、それはまあ倫理的にどうなんみたいなことでもあるけどな、いや話がもう急にもう初対人見たな口立ち史上一番初対人見た話で、まあちょっと僕は嫌だったっていうね。ねえ、ごめんな、それは何かだよ。いや俺はそのお父さん側だけ。いやいや分かるけど、僕も分かるけど、ごめんな。いやいやごめんなじゃねえよ、うるせえよもう自転車が見えてなかったじゃん、ごめん。お前親父じゃねえだろあの時完全になり変わって謝ってくんだよなんでまあしょうがないけどね、お互いこういうのあるんでね、そうやな、しょうがないけど何とも言えないだから感じでしたね。うん、うん
平日毎日愚痴を更新しています。ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドの愚痴ラジー。